Okay. これっていうのを決めて今日やらしてみんなついてきてくれてありがとう。こっちにバスケがこっちっていうことで動きを入れたことでポジション修正っていうのがドリブルで突っかけていって同じようなこういうアングルにしてもいいってし、逆にそのためには最初でかく16人かな、10人紹介するね。関選手です。よろしくお願いします。関選手知ってる人誰が関選手から名前覚えてもらえるかアピールしてくださいいいですか。はい、じゃあ、はい、お願いします。よし、じゃあ、行け、はい、レンタ、はい、はい、はい、リュウ、はい、はい、リュウ、リンタ、構え方でポイント何か。構え方のポイントはね、まずね肩幅ぐらいね。手の位置は上にも上げれるし、下のボールにも上げれるサイズの構えでリラックスして、それが基本姿勢ね。プロでやった僕も今もずっとキャッチの練習はしてるから、だからみんなもずっとキャッチはキーパーを続けてる上で絶対大事になってくるからね。じゃあやってもらいましょう。いくよ。はい、どうですか。いいじゃん。ここ空きすぎてたらやっぱこれキーパー用語でトンネルっていうけど、トンネルしちゃうからちゃんと閉じて、でやっぱ手も壁ね。ねえ、みんなね、コーチに投げるか、そのボールどう？この練習もゲームで味方に投げるよね。はい。いいボールを投げてやれば攻撃できるよね。ええだこれ。ああ。よ。はい、止まれる、止まれる。ああ。そうそう、ストップ。ここから移動する時の速度をもうちょっと意識してやるから。ストップ、ストップ。ストップ、ストップ。はい、構えて、そう。ナイスキーパー、はい。さあ、ナイスキーパー。難しいぞ。この人が取るかもしれない。でも取れないかもしれない。取った時はすぐこっちやん。キャッチ。オッケー。どうですか。はい。はい。二分やるぞ。Come on!
した後に、結構さ、平行にさ、ポジション取っちゃう。平行にポジション取っちゃうと、ここがすごく見える。スタートに、前目に取った。前目に取ることによって、やっぱ、パスの制限までだし。コーチングに喋ってみろ。ナイス足、ナイス反応、あと、うん、プラスアルファすると手でいったじゃん、ブレイクアウェイ。皆さん、レベルが高くなるとフェイントで抜く人も出てくるよね。そうやったらやっぱ最後までボール見て抜かれたら足でもいけるように、手だけじゃなくて抜かれた時の対応として足もいけるように。 OK、 ダメ、 OK、 あ、立ったよね。バル、いやよく出た。西は大丈夫よ。ナイスナイス。結構さ、絞ってやらせてもらったっていうのも、結構さ、ブレイクアウェイって難しいじゃん。声かけるし、自分も動くし、ディフェンスの裏、連携とか結構難しいじゃん。でその辺で、やっぱ若い年代からそういうのを得意とするプレイヤー、まあ得意とするってあると思うけど、まあ、これブレイクアウェイ得意なんですって結構かっこいいな。だからやっぱハイボール出せるシュートとかだったら